政治というのは我々と密接に結びついています。幼稚園、保育園、子供を入れたい。今は保育園はほとんど助成金がなければ経営できないです。大きく政府の意向が反映されます。そこで子供が待機、なかなか入れない、あるいは病児保育やってくれない。女性がせっかく働く機会を得たのに、それによって早く仕事を終えて帰ってこなければいけない。そういうのって一体誰に言ったらいいんですか？保育園に言ったらいいんですか？違いますよ。保育園は多くのお金を政府から出てるお金で運営せざるを得ないんですから、その意向が強く出ているということは、もし何か改善してもらいたいと思ったら、政府の関わってる人を変えなきゃいけないというと、政治家を変えなきゃいけないわけです。そう思って皆さん投票できてるんです。自分の親が介護しなきゃいけない、介護保険を使っても保険料が高い、支払い料が高い、全然治るどころか体が悪くなるばっかりだ。もっと見てもらいたいのに、介護認定を受けて等級がいくつだ、ここまではできますけどこれはできない、なんとかしてほしい。それ誰に頼むんですか？ケアマネージャーに頼むんですか？介護施設に頼むんですか？看護師さんに頼むんですか？医者に頼むんですか？違う。政治を経由しなければ何も動かないんです。消費税が高い、こんなんじゃおかしい、健康保険の値段が高い、苦しい。こういう生活に密着していること、これは政治を使わなければ変えられないんです。ところが今どうなってるんですか？つい先日もある地方自治体の知事選挙がありました。投票率30数%、6割ぐらいの人が権利を放棄してる。なぜか、投票してもしてなくても変わらないと思ってるからです。私が子供の頃は、今から40年以上前ですけど、ずいぶん投票率が下がった下がったといっても6割ぐらいはありました。今下手するともう5割切るのが常識になってる。なぜこんなことになってるんですか？先ほど言ったように政党の成り立ち、歴史を考えれば分かります。もともと自民党というのは憲法や教育機構法や職官法というのを、日本の統治下時代に GHQ が入っている時に作りたい放題作られて、変えられたい放題変えられて、全然自由に動かない、これじゃダメだと。国を守るための、自衛をするための組織すらないと。今は戦争で負けたから仕方がない。でも将来我々の子孫たちがなんと栄光を、名誉を取り戻して、そして日本人が日本人による日本人のための政治をするためになんとかしようと言って保守が合同してできた、そういう理念は崇高で素晴らしい政党です。なので自主憲法の制定をするですとか、自国を守るための組織を持つとか、あるいは不平等条約、これを解消するというのが事細かに十数条にわたって書いてあります。読むと感動するぐらい素晴らしいことが書いてあります。まあ、我々のアドバイザーをしていただいてました玉上先生の本にも書いてあります。玉上先生が自衛隊に入った頃は学生運動のデモがすごい、自衛隊はひどい、利権なんだ、税金を食い物にして何やってんだ、非合法組織だ、揶揄されて、こんなひどい状況。でもこれはあと10年20年ぐらいすれば治ると信じていたそうです。あれからもう60年です。何にも変わってない、変えられないからです。国民の投票で過半数っていうのは多分できると思います。だけど衆参で3分の2っていうのはものすごく高い数です。これマッカーサー原案では4分の3と言われていたそうです。4分の3ってことは変えられない、つまりガッチガチに何にもできない憲法や法律を作られて、改正ができないようにしておけば、
当時のアメリカ連合国の思惑通りに日本は植民地にできるという状態なんです。だからこれを何とか変えようと思ってたんです。そういうのが自民党の成り立ちです。でも30年40年50年60年と経ってしまうと利権ができるんです。その利権ができてその人たちだけに利益が入る団体に成り下がってしまったどころか、その利権がまだ国内の団体だったらまだいいんですよ。例えば私医療やってますけども、日本医師会とか日本歯科医師会とか日本薬剤師会三師会って言います。この人たちのところにお金が来るようにしてればまだ国内だからお金は循環します。たとえ利権だったとしてもね。でもね、今日本の財産はどん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 海外に流れていて、すごい金額が海外に行ってるわけです。我々が一生懸命働いてるお金がどんどん外国に流れてる。その利権自体が外国企業や国籍グローバル企業になってる。その人たちの利権のためになってるんだったら、日本は国力を落として貧乏になってやる気がなくなって投票するとこなくなりますよね。これおかしい。みんなだからおかしいと思ってました。なので散々総理大臣変えてみたんです。ちょろ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 総理大臣が変わってる時期ありましたよね。で変えても変えてもダメだから、しょうがない、今度は政党を変えよう。僕国民も思い切ってやったと思いますよ。自民党を切って民主党にしたわけです。これでなんとかなるだろうとみんな期待してました。そうしたらもっと悪くなる。漫画みたいなことが起きてしまった。みんな騙された思いです。その間に東北大震災が起きて初動が遅れたりして、今こそ皆さん消費税 10% 苦しい苦しいって言ってますけども、自民党がやったような感じしてますけども、当時野田政権の時ですよ、消費税 10% にするって言ったのは彼らが公約したってことです。結果として自民党の時代に何回か安倍総理が延長してやりましたけど、どうなんですか。民主党だって我々を苦しめて苦しい生活にする、そういうことをやってたんです。だから安倍総理になった時、もう一回戻ってきた時はみんな期待してたわけです。日本を取り戻す、こう安倍さんが言いました。日本を取り戻すのは日本人です。誰から取り戻すんですかって書いてありました。何を取り戻すんですかって書いてありましたから、そこが詰めが甘かったと思う。すでに日本は株主がどんどん外国になって、金融機関なんかひどいですよ。本当に外資に乗っ取られて、我々が一生懸命一生懸命働いたものがどん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 株主の配当という形で海外に我々の資産が流れて、働いても働いても豊かにならない、そして病気まで増える。これでもう投票するところがないからどこにも投票しないと言ってるのが投票率が低くなってる、その理由です。皆さんそうでしょ。これでそんなことじゃダメだ、もう誰かに頼むっていうのをやめましょう、自分たちでやるんだって、そういう理念で作ったのが参政党です。なのでこんなことがありました。この福島や名古屋四日市行ってる時にある方が質問って言うんです。応援します、頑張ってください、私こういうことで困ってるんです、お願いしますからこれやってくださいと、その方が言いました。神谷さんは厳しい方なのでこう言いました。依頼されたことはしません、どうしていいのか自分たちで考えてください、それが利権構造そのものなんです。やってほしいからお金を積む、それ団体経由で渡す、それが個人でやってるのが団体でやってるのが、今は海外の会社がこうやってほしいからってやるわけです。今医療界は莫大な金額が必要です。薬を作るのにもワクチン作るのにも医療機器作るのにも、もう昔みたいに科研費って科学研究費で研究して税金で大学の先生たちが作ることも難しくなってます。
創薬って言うんですけど、薬作るのに平気で1兆円ぐらいかかるんですよ。そんなの一大学とか一研究機関が出せませんよね。税金で出るんだって普通は数千万円ぐらいです。それじゃダメだからって言って外国系の企業がお金出してくれるんです。そしてうまいこと研究機関を作ってあって、そこでロビー活動して、でそこでこういう薬を出したらいいんですよって圧力をかけて承認するのが厚生労働省だったりして、でその厚生労働省がこういう薬を作れって言って、それで我々が使ってる。株主還元のところで言って、国民のためじゃなくてその企業が儲かるように上から構造を作り変えられちゃってるんです。これ何とかしてくださいって言ったらまた同じことが起こってしまう。日本の企業からお金を献金してもらって、製薬会社からもらって、その会社をぶっ潰すとって言ってると、いつまで経ってもうまくいかない。そもそもが自分たちでどうにかするっていう考え方を持たないと、もう誰かに頼んでるっていうやり方だったらうまくいかないんです。なので参政党は皆さんにそのための情報を発信しています。考えるための判断基準を教えています。毎朝メルマガが送られてきます。音声メルマガです。時事問題、歴史のための勉強のための問題、経済のこと、今みたいなウクライナとロシアの問題とか、そもそも地政学的になぜこういうことが起こってるんだと、こういうことを皆さんにですねよく勉強してもらって、毎日ですよ、毎日送ってくるんですよ。私も増田先生も神谷さんも武田邦彦先生も収録して、これが来るんです。大変なんです。1回収録するのに2時間とか下手すると3時間ぐらいかかります。こういう政治活動をやりながら、私もそうです、医療をやりながら、増田先生も研究所をやりながら、そういうのを録音して皆さんに理解してもらって、で勉強した上で自分たちが何ができるのかって判断をして、それが党員を通じて上がってきたものを我々が上に持っていく、政治の場に持っていくという、こういうスタイルを取っているのは日本で参政党以外はありません。なので皆さんによく理解してもらって、そして判断してもらいたい。でそれが政治が生活に直結しているという問題を解決していくんですね。他の党は税金安くしてあげるよ、消費税安くしてあげるよ、そういうふうに国会で言いますよ、だから一票ちょうだい、保育園とか幼稚園無料化しますよ、だから一票ちょうだい、高校無料化しますよ、だから一票ちょうだい、高速道路無料化しますよ、だから一票ちょうだい、誰もやってないでしょ。この政府って何回も聞いたことありますよ。山手線を2階建てにするなんて言った人もいましたよ。電信柱を全部埋めるって言った人もいましたよ。何一つ行われてないでしょ。だから頼むからこういうことになる。自分たちで自分たちの問題をちゃんと考えてもらいたいんですよ。でそれを言う場所がなかったから、それで参政党を作ったんですよ。ここで言ってください。そうすると皆さんの解決するためにどうしたらいいのか、それで日本の政治を変えていく。まだまだ参政党が与党になって日本を動かしたりするのはまだ10年20年先になるかもしれない。でもそれをしてないと、もう今のままの政治体制だったら安倍総理が日本を取り戻すって言ったって、上げてる方が多かったんですよ。皆さん、ビルも土地も建物も水源や下水処理場まで売られてたんです。何にも良くなってない、悪くなる一方です。だから我々が考えていることがちゃんと政治の場に頼むんじゃなくて、皆さんが一人一人が責任を持って考える、行動する。だから参政党 DIY Do it yourself っていうなってるんですね。ですからそんな思いで今日街頭演説しますので、皆さん残り時間少ないですけど、ぜひ最後まで聞いていただきたいと思います。私からは以上です。